こちらも同じように今朝、測定を、いたしました。でその、グラフというのが、こういうグラフが、出ております。でかなりここの部分ですね、ベースが盛り上がった状態になっております。でちょうどここのあたり、クロスオーバーか何かがあるのかちょっと分かんないですけども、ここが、少しへこんだような状態になってまして、でこれを私どもでどうしようかというと、また同じように、ビシッと、平らにしてやろうと。で、このオレンジっていうのはですね、実はまあ計算上の予測値でありまして、必ずしもこれ通りに音が、鳴るとはわからないんですね。でそのためにですね、私ども、一度イコライザーのイコライジングの係数を入れまして、イコライズされた状態でもう一回水分を出してですね、再度結果を測定します。でその結果っていうのがこの計算値、予測値にどれぐらい近いかっていうところで、こいつの性能が出てくるんですけれども、この今度出てくる紫、これがですね、実際に結果として取れた、補正値でございます。でこれを見ると、まあ、プラマイ大体、まあ、1デシぐらいですかね、ちょっとこの辺が、乱れてはいますけれども、ほぼ、真っ平らになっております。で先ほどのエリプサの方も見ていただくと、予測値がこのオレンジ、それに対して、実際に補正されたカーブというのがこの紫になるんですけれども、それはね、先ほど言ったのとちょっと違いますけど、緑と今紫色の音の比較をしていただいておりました。でこれからお聞きいただく音というのは、今度はこの、ウィンアコースティックさんの、緑に対して紫に音が鳴ると、どういう感じになるか。でおそらく一番顕著に差が出てくるのはこのベースの部分だと思います。でここがどれだけ引き締まるかというところですね。あとは 2-3kHz 帯がだいたい 3dB-4dB ぐらい下がってますので、それが盛り上がった、平らにスライチに来たところでどう音が変化するかというのをお聞きください。でまずオフの状態から、でこれはですね、ちょっと日本の小田和正のですね、風の街というちょっとポップを一回聴いていただきたいと思います。じゃあオフの状態です。
ね、定域部分がまあかなり減りましたので、そのボリューム感というのは、多少減りましたけれども、それでもそのベースの締まり具合ですね、そういったものというのがその、F とコマ補正してなおかつ位相を合わせることによって非常にあのパンチのあるベース音が出てくるというのが、非常に、あと音の広がり感というのもですね、位相を合わせることによって非常に変わってくるというところもお分かりになっていると思います。もう一曲ですね、同じこの、T3G で、お聴きいただきたいと思います。次はあのホリーコールの方を聴いていただこうと思います。こちらの曲も、イコライザーをオンにすることによって音がどう変化するかというのをお聴きください。次にですね、3本目なんですけれども、今度はこちらの PLC の BB5 でですね、音を出してみたいと思います。